ろいろ工夫したいというのはあると思うんですけどね。詰まった打球、クルーズよく取ったが、取りました、取りました、ファインプレー、よく取りました。クルーズ突っ込んでいった。2回の裏ホークスチャンスを作りましたが追加点はありません。3対0ホークス3点リード。これは柴原さん、意外と難しい打球なんでしょう。いや難しいですね。一瞬やっぱり上がった瞬間後ろかなと思うこともありますからね。それもあるんですね、はい、そこからの前です。ああいう当たりであそこに落ちるということはやっぱり意識はないですからね。そうでしょうね、はい、